どうもドロです。さあ2023年一発目の七色ダムやってきました。1月のね七色ダムってことで、まあ過去にバイトは取ったことありますけどもね、魚は出たことないんで、今日なんとかしてね、バスを釣りたいなと思いますけれども、ちょっとねゆっくりめのスタートなんで短時間になりますけども、頑張っていこうと思います。じゃあ今年も行くぜ。はい、じゃあビューグルでやってきます。はい、じゃあラットでやっていきます。オッケー、どうしますか、ラスト。ジャックダイバーでやってきます。それにしてももうめっちゃ腹減ってきたな。よし、飯。
あーしんど、いつもこれがしんど。あれじゃねえからな。寒いでね、あったかいラーメンでも食べようかということでお願いします。もう一気にうまそうになってる。え、絶対美味しいよこれ。寒い時にラーメン。いただきます。めっちゃうまい。いやもうほんとシンプルに美味しい。うん、美味しい美味しい。いやこれでちょっと温まってさ、また午後の分頑張りたいと思います。アイビジャックでいきます。レザーテールトワークでやっていきます。何が起こるかわからんからね。最後まで諦めんだよ、ドラマがね。待ってるかもしれない、待ってないかもしれない。はい、最後は締めくくるのは自分なんで、オリゼルでいきます。
よいしょ。ラッキーと。オッケー、終わり。さあ、終わった。最後当たって初夏1月7色編ね。やっぱりね、こう結構1月冷え込んでね、まあ季節もまた一段と進んで、厳しかったんですけれどもですね、まあ、僕としては結構最後まで、ね、期待を持って攻め続けれたので、まあ釣りとしてはすごく良かったかなと思うのと、まあ何よりもラーメンが美味しかった、まあ、それに尽きるかな。はい、じゃあぜひ、カンドルラーメンが美味しそうだった、うまそうやったなって思っていただいたらです、グッドボタンを押していただいて、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をしていきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。